こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはベイバーキャシー、ダッシュジャイアント。この馬も好スタートを切りました。ハローチャイルド前に行きそうです。ダッシュジャイアント、それに続いています。さらにはベイバーキャシー、3番エイティラック、その後ろエルムハースト、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からダッシュジャイアント、先手を取りました。11番エムアイブラン、2番手を追走しています。すぐ後ろにハローチャイルド、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。エムアイブラン早くも先頭、ダッシュジャイアントほとんど差がありません。ハローチャイルド3番手、さあ MI ブラン、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は MI ブラン、ダッシュジャイアント続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。 MI ブラン先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はダッシュジャイアント、あと 200m、 MI ブラン先頭だ。残り 100m、 必死に追う MI ブラン、2番手はエルムハースト、 MI ブラン1着、 MI ブラン完勝、 MI ブラン1着、2着はエルムハースト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。 MI ブラン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはキャッシュディッシュ、エンドエベレスト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエンドエベレスト鼻に立ちます。その後ろからはフォーマルゴールド、この馬も上がっていく構えです。さらにはエイコンマーチン、10番キャッシュディッシュ、その後ろ。それでは先頭からフォーマルゴールド、先手を取りました。その隣にキャッシュディッシュ、エンドエベレスト、そのうちに続いています。すぐ後ろにマレック、その隣にバブルトワイニング、内からはアインエリザベス、ピンクの帽子サミーマーシャル、その後ろ。すぐ隣にシャープスペシャル、その横にコンサートスピリット、アブクマポーロ、この位置です。ベリークリーク、すぐ後ろしんがりからガルフルーズ、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでハーフイメージ先頭に変わりました。マレックほとんど差がありません。エイコンマーチン、3番手アブクマポーロ、これはかなり後ろからの競馬です。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はマレック。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はマレク、マレク先頭、2番手はアブクマポーロ、先頭を捉えるか。やはりアブクマポーロ先頭だ。束を一気に打ち切ります。2番手はマレク、アブクマポーロ今ゴールイン。
段違いの強さです。アブクマポーロ1着、2着はマレク。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アブクマポーロ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドイツのバーデンバーデン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。ピーチミサイル前に行きそうです。スウェイン、それに続いています。さらにはハワイアンライツ、14番ダンスデザイン、その後ろアラビアエリート、後ろからになりそうです。もう一度先頭からスウェイン、先手を取りました。その外からハワイアンライツ、白の帽子ピーチミサイル、その後ろ、その外からダンスデザイン。この辺りで各馬第一コーナーにかかります。もう一度先頭から先手を取ったのはハワイアンライツ、白の帽子スウェイン、その後ろ、すぐ後ろにピーチミサイル、ダンキルデア、すぐ後ろリンドイーグル、それに続いています。その隣にノーブルビリーブ、黒の帽子優勢トップラン、いい位置につけました。黒の帽子スピンコンサート、その後ろ、内からはマックスワード、その外からアラビアエリート、すぐ後ろにナイトシップ、最後方にクイックスパーク。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。7番ハワイアンライツ、依然として先頭、その後ろにダンスデザイン、さらにはダンキルデア、内からはスウェイン、ソリッドコネクション、すぐ後ろ黒の帽子スピンコンサート、その後ろ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはダンスデザイン、先頭は依然としてダンスデザイン、ハワイアンライツ、ほとんど差がありません。ピーチミサイル3番手、優勢トップラン、この位置は果たしてどうでしょう。後続も追い上げていきます。さあ先頭はダンスデザイン、ハワイアンライツ、その後ろ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダンスデザイン先頭、スウェイン先頭、あと 200m、 スウェイン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。スウェイン先頭、2番手はダンスデザイン、スウェイン1着、スウェイン完勝、スウェイン1着、2着はダンスデザイン、勝ったのはスウェイン、見事な勝利です。
さあ短い直線に入ってここからが腕の見せ所。さあ先頭に立ったのはスペシャルウィーク、残り 100m、 カバーを一気に仕切ります。2番手はプレイリージューディー、スペシャルウィーク独走、スペシャルウィークぶっちぎりです。スペシャルウィーク1着、2着はプレイリージューディー、1番人気に応えました。スペシャルウィーク見事です。新潟競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。メローカット、好スタート。セイウンスカイ、この馬も好スタートを切りました。やはり逃げるのはセイウンスカイ。これに続くのがメローカット。タフネススポット、すぐ後ろ、並んで4番、ヤマニオペラ。その外から光ローザ。その後ろにエイシンビーム、並んで2番、アドマイアキャリー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、5番、セイウンスカイ、依然として先頭。2番手に8番メローカット、光ローザ、すぐ後ろ並んで6番タフネススポット。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。メローカット早くも先頭。2番手はセイウンスカイ、タフネススポット3番手。さあメローカットこのまま逃げ切れるでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。メローカット先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はセイウンスカイ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、セイウンスカイ頑張る。残りあと400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はセイウンスカイ、セイウンスカイ先頭。残り 200m、 セイウンスカイ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。セイウンスカイ差を広げる。2番手はメローカット、セイウンスカイ1着、セイウンスカイ完勝。セイウンスカイ1着、2着にはどうやらメローカット、見事に勝ちました。セイウンスカイメローカット2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭はマイネルフーセン、マイネルフーセン先頭。アグネスワールド抜けた。2番手はマイネルフーセン、アグネスワールド1着、アグネスワールド完勝。アグネスワールド1着、2着はパフェスピード、アグネスワールド見事1番人気に応えました。